松田学です、えー、週一度お届けしているウクライナ情勢ですが、えー、今回もいろいろありますね。えー、農産物の合意をロシアがこの、まあ、やめたとかですね、あ,あるいはあのー、その他このウ、ウクライナがなかなか、えー、反転がもう,うまくいってないとかですね、えー、そしてそんな中で、えー 戦略家のルトワクさんがですね、インタビューに答えている、あなかなか面白い見方だなっていうのもありますし、それからの、えーまあ、ウクライナだけじゃなくてですね、やっぱり世界の軍事情勢、中国をめぐった、えー、いろんな国々の動きということも合わせてお話ししたいと思います。まず、えー、ウクライナの、えー、この農産物の輸出、ウクライナ産の農産物の輸出をめぐるロシアとウクライナの合意。 この合意の延長期限となっていたのが7月17日だったんですがロシア大統領府のペスコフ報道官はですね合意の履行を停止したと発表しましたまたロシア外務省はですね約束や保証ではなく具体的な結果を得られた場合にのみ ロシアは合意の再開を検討する用意があるとしていてですね、あの、ロシア産の農産物の輸出が滞っていると、まあ、これはいろんな経済制裁とかいろんなことで滞っているんだと。えー、この輸出が実現されない限りはですね、ウクライナ産の農産物をめぐる合意に復帰することはないと強調しています。えー、ゼレンスキー大統領の方はですね、ロシアは明らかに政治的な問題を解決するために圧力をかけていると強く非難をしました。 また仲介役を担ってきたのがトルコのエルドゥアン大統領なんですが合意の延長に向けた外交努力を続けている。 プーチン大統領と電話で話すなどと述べて、ロシアへの働きを続けるという考えを強調したりしてまして、えー、またですね、あの、仲介に当たっている国連のグテーレス事務総長も、えー、早速ですね、深く失望している、ロシアの決定は困窮している全ての人たちに打撃を与えだろうと、だろうと述べたりして、世界的な食糧危機、食糧危機、世界的な食糧危機への懸念が、 高まったという状況です。ゼレンスキー大統領はですね、この合意の履行をカードに制裁解除などの要求を欧米側に受け入れさせようとしていると非難したということです。このロシア大統領府の発表についてですね、EU のホンデアライエン委員長がですね、ロシアの身勝手な行動だというふうに批判していましてその上でウクライナ産の農産物を EU の域内の港から輸出するという支援の取り組みを続ける考えを強調したと。 アメリカのブリンケン国務長官ですね、ロシアがウクライナとの戦争で、えー、食料を武器として利用したために、食料を切実に必要としているところでの入手がより困難になるだろう。許しがたいことであり、あってはならないと非難したと、えー。そしてエジプトなんですが、実はエジプトっていうのは主食のパンの原料となる小麦を世界で最も多く輸入に頼っている国なんですね。輸入している国なんです。最も多く輸入していると。でその大半をロシアとウクライナからの輸入に頼ってきたと。 でウクライナで農産物を輸入しているエジプト、今後、パンなどの価格がさらに高騰するのではないかと懸念の声が上がっているとということですねエジ,エジプトであの一部の商店ではもうパンの価格がウクライナ侵攻前に比べて5倍以上に跳ね上がっていて市民からです、ね、今後、パンなどの価格がさらに高騰するのではないかという懸念の声が上がっていると。 まだあの市民の声として全ての商品が値上がりしていて生活ができない。元の生活に戻るためにも早く戦争が終わってほしいと話して、これがの世界の人々の本音だと思うんですね。何でもいいから戦争が早く終わってくれないと。もうこれ苦しむだけなんですね、世界の人類がですね。そしてこの影響でですね、小麦の酒物科学、早速シカゴの商品取引所ではですね、 先物価格は一時大きく上昇した後急速急落して乱高下しているという状況になったと、ロシアの今回の発表が、ウクライナ産の小麦の輸出にどんな影響を及ぼすか、さまざ、あ、まな見方が交錯していて乱高下をしていると、ウクライナというのはですね、このヨーロッパの国葬と言われるところでして、この国連食糧農業機関によりますとですね、おとと2021年の小麦の輸出量は世界第5位なんですね、ウクライナですね。 で、市場関係者は、このロシアによる合意の履行停止の影響に加えて、世界的な気温の上昇が小麦の収穫に影響して需給が引き締まることも懸念される、されているんですね。そういう小麦の先物価格は、えー、上昇しやすい状況にあって、先行きは不透明だと話してるんですね。ところがですね、えー、実際はですね、ロシアの小麦輸出量はむしろ増加しているという話があって、 えー、欧米側の制裁によって農産物の輸出が滞っているとロシアは主張しているんですが、アメリカの農,農務省はロシアの小麦の輸出量はむしろ増加しているとする報告書を発表しているんですね。えー、輸出先の国からのデータなどをもとに調べたらしいんですが、えー、去年から今年にかけての1年間ではロシアの小麦の輸出量は前の年に比べて36%増えていると、4500万トン、えー、過去最多を記録することが予想され,されるそうです。 輸出先としては、トルコや先ほどのエジプト、イラン、サウジアラビア、スーダン、アルジェリアといった中東やアフリカの国々が上位を占めているようですね。で、さらにロシアが主導しているーユーラシア経済同盟、ユーラシア経済同盟の加盟国にも陸上輸送で小麦が輸出されて、中でもカザフスタンへの輸出量が多いということのようです。 ロシアのパトリシェフの農業大臣がですね、今年の農産物の輸出額はおよそ15から20%前の同じ時期を上回っていると述べたそうです。このパトリシェフの農業大臣の話としてですね、今月から来年6月にかけて、7月、今年の7月から来年の6月にかけての1年間で最大で5500万トンの小麦を輸出する計画だと。 こういう見通しを伝えて輸出先としてはロシアに友好的な国が9割近くを占めるとここでももう食料食料汚っていうのは実はあのもう最大の国家国家にとっての武器になるそういう手段であるという見方もあるんですね早速ロシアはもうこれを友好国に振り向けるということでですねこの武器を使っているということなんですね。 そして、ロイター通信は、ロシアはウクライナ産農産物の輸出をめぐる合意の履行停止を発表したことに合わせて、船舶の安全などを取り扱う国連の専門組織で IMO というのがあるんですね。以前にもこれ触れたことがあると思いますが、国際開示機関、これに対しまして、ロシアによる安全な航行の保障が取り消されることになると通達したそうです。そういううにロイター通信が伝えています。また、ロシアは、 ウクライナによる軍事的な挑発が継続して行われていることを踏まえて国会における脅威を無力化するために必要な行動を積極的に取ると表明したということです、えー、そしてですね、えーうん、このロシアのウクライナ産農産物について国連安保理もですね えー、でもですね、各国からこの、えー、非難する声が相次ぎました。で、イギリスのクレバリーの外務大臣は、ロシアの行動はアフリカや中東、南アメリカの最も貧しい人たちから食べ物を奪うものだと非難したけですね。日本の、えー、武井外務副大臣もですね、ロシアが世界の他の地域を人質に取ったことを非難すると述べたと。で、これに対しですね、ロシアのポレンスキー国連次席大使は、 ロシア産の農産物などの輸出が実現しなければ合意には復帰しないとした上でですね、ウクライナは合意を利用して国会からロシア側への挑発と攻撃を繰り返しているなどと主張して、これは国会の安全な航行の保障の終わりを意味するとも述べて、ウクライナ側を強くけん制したということです、えー。そしてですね、ペスコフ大報道官、ロシアの18日7月18日にこんなことも言っています。 農産物が輸出される黒海の輸送ルートは戦闘地域に近いとした上でで、適切な安全の保障がなければ一定のリスクが生じるんだこのため、ロシア抜きで行われる場合、リスクを考慮する必要があると警告して、ウクライナ側の動きを牽制しました。安全保障しないよと。また、ペスコフ大統領は、して補佐官、報道官は、ロシアはアフリカなどの国々に対し、ロシア産の農産物を無償で提供する考えを示していますね。 で、その上で、7月27、28日にロシア第2の都市であります、サンクトペテルブルグでアフリカ諸国との首脳会議を開くんですが、そこでロシア産の農産物について意見が交わされるという見通しを述べているということです。結局、アフリカ諸国との関係強化を図るということですね。完全にはロシアは農産物を戦略、先ほど言った戦略武器化していると。 いうようななことになってきました、まあ、世界が困る困るというふうに国際社会は食糧危機だと叫んでるんですがロシアは友好国にはきちんと供給しますよという態度も一方で示しているということですね、えー、そしてですね、えー、以上が食糧関係なんですが、えー、このクリ,ミアク,クリミア橋っていうんですかねここが、えー、爆破されたということをめぐる一連のニュースがあります、えー、クリミアアとロシア南部をつなぐ橋 これが7月17日に道路の橋桁が損壊して車の通行ができなくなっていまして、ロシアの治安機関などで作っている国家反テロ委員会は、ウクライナの2つの無人艇により攻撃が行われたと、男女2人が死亡してですね、子供1人が巻き込まれたと発表しています。 でそしてプーチン大統領はですねウクライナによる新たなテロ行為だ全く罪のない市民が巻き込まれて亡くなった残酷な犯罪だと述べてウクライナが関与したとして非難しましたすぐに非難したわけですでその上でロシア側からの報復は当然行う相応の案を国防省が用意していると述べて軍事的な報復措置を取る構えも強調しましたで橋を構成する道路2本のうち1本を使って 7月18日には片側通行で利用を再開しています。今年9月には対面通行に戻るというふうになっています。プーチン政権としてはですねクリミアを自国の領土だと誇示する象徴的な意味を持つ橋であると、これが、ね、クリミア橋がですね。 これはプーチンが何者に言えったんですよね、確かですね。これが去年10月に攻撃されたことは皆さんご記憶かと思います。それ以降ですね、再び通行できない事態となったことを受けて、ウクライナを強く牽制するとともにですね、復帰を急ぎたい考えということなんですが、そしてこれ、ウクライナ南部に、そしてロシア軍が攻撃を仕掛けました。これはクリミアの橋の損壊の報復ではないかと見られています。 やっぱりやったということですねでウクライナ南部のオデーサ州7月17日、まあ、爆破されていた当日から翌日の18日にかけてミサイル攻撃があってですね怪我人も伝えられているとでロシア側は攻撃はですねウクライナ南部のクリミアとロシアをつなぐ橋が損壊したことに対する報復だと述べていますロシア国防省は7月18日ロシア軍はオデーサ周辺にある オデーサ付近にある無人艇を使用して、ロシアへのテロ行為を準備していた施設と、無人艇の製造拠点だった船舶修理工場に対し、海上発射型ミサイルによる報復的な攻撃を行ったと発表しまして、攻撃は成功したと言っ,言っています。テペスコフ報道官は7月18日、オデーサなどへの攻撃について、橋の損壊に対する報復かと問われまして、その通りだと認めたということです。 で、この橋の損壊について、アメリカのシンクタンクの戦争研究所は、7月17日の分析でですね、ウクライナ南部でのロシア軍の物資補給に長期間影響する可能性が高いと指摘したそうです。ウクライナ侵攻を続けるロシア軍の補給に対して打撃となるという見方を示しています。また一方で、ウクライナ側からですね、クリミア、このクリミア大橋への攻撃については、フェドロフ副首相がですね、無人艇が使われたと。 SNS で明らかにしてウクライナ側の関与を認めたということですね一方ロシア軍はウクライナ北東部の方でも攻撃を強める構えを見せています、えー、南部だけでなく北東部もですねでロシア軍が兵力約10万人や戦車約900両を集結させているという見方がウクライナ側にありましてロシア軍はウクライナ軍の戦力分散と制圧地域の拡大を同時に狙っているんじゃないかというふうに見られています そしてこのロシアについてはこんな記事が出てましてですねロシアは何だってするプーチン氏さらに強硬化とロシアの恐怖を煽る報道が出ているんですがえじゃあどんなふうにして何だってするのかということを少し見てみますとロシアにレッドラインもレッドラインも道徳的ラインもない彼らは何だってするだろうというふうに書かれていましてウクライナがマウムを実施して始めた反転攻勢から1ヶ月余り対するロシアではプーチン政権に近い著名な専門家から 核兵器を使用すべきだという強硬論すら上がっているというふうな記述で始まっているこの記事を少し紹介しま,すまずですねウクライナの反転攻勢は順調なのか苦戦なのかとウクライナ軍は南部ザボリージャ州だけではなく東部バフムトでも前進しているただ そのスピードは非常にゆっくりしたものなんだと。これを軍事専門家のユーリー・フィオードロフさんという方がですね、これはロシアの安全保障や核戦略に詳しい方なんですが、現在はチェコを拠点に活動する方なんですが、この方がそのように言ってまして、一方で軍の戦力,戦力配置から本格的な反転攻勢はこれからではないかという見方も示しています。 えーあのまあ、ロシアは何でもするという脅威の話に入る前にこういう記事になっているんですけどもウクライナがこれから頑張るぞというそういう記事なんですがこれ何かと言いますとどういうふうにフィ,エドロフさんフィオドロフさんという方が言っているかというとウクライナの反転攻勢が行き詰まっているというのはまだ早い。 実のところ、ウクライナの戦力のほとんどが戦闘に参加せず温存されている。それが投入される時こそが本当の反転攻勢だろう。ウクライナが戦闘に投入する予定とされる12の旅団のうち、これまでに戦闘に参加しているのは3つの旅団に過ぎないという見方を示しています。まあ、このあたりどうなのかですね、また改めて専門家の意見をこのチャンネル聞いてみようと思いますけれども、まあそういう分析もあると。そしてウクライナ国防省のマりリアル時間。 こう言ってますロシアにとっての主戦場は東部だが、われわれは南部でおおむね反転攻勢を進めているんだと、最も激しい戦いはバフムト地域だ、東部では主導権をどちらが握るかをめぐっての争いがついているという見方を示していますでは、このウクライナによる反転攻勢の鍵を握るのは何なのかというと、やっぱり欧米からの軍事支援なんですね、先ほどのフィードルフ氏が、とりだけ重要だとして挙げたのが、戦闘機と射程300キロに達するミサイルだそうです。 ウクライナが戦闘機の提供を要求しているのは理にかなっている、えー、制空権や航空優勢を得られなければ、準備された防御を突破するような攻撃は難しい、えー、射程300キロに達する地対地ミサイルがあれば、クリミアやロシア軍の部隊の後方をです、ね、ターゲットに攻撃を仕掛けることができる、前線の部隊への物資の供給を遮断するために有効であるとこういうふうにコメントしています。 で一方で地対地ミサイル、配備すべきだと言って、この地対地ミサイル ATACMS という、これ、だいぶ前にちょっとご紹介したことがありますけれども、ウクライナのマレル時間も武器が圧倒的に足りないと言っていて、ですねこの地対地ミサイルというのが有効だということなんですけれども、マレル時間はこう言っています、東部でも南部でも兵器、兵員の数でロシアに劣っていると、これこそが迅速に領土を奪還できない理由なんだと。 東部で1日に使用する弾薬は我々は5000 500発から6000発しかないがロシアは4万5000発もあると、まあ、このあたりの話は矢野義明さんがだいぶ前にですねロシアの圧倒的に優勢な軍事勢力ということについておっしゃっていただいたことを思い出しますね。 また戦闘機をめぐっては、ヨーロッパを中心とする11カ国の支援のもとに、ウクライナ軍のパイロットなどは対象にした F16、例の F16 戦闘機。これの訓練がこの夏から始まる。この夏からですから、まだこれ戦力化してないわけですね、F16 は。これは前々から言われていることで、実際に戦力になるのはね早くて年末だろうって話もありますね。じゃあこの F16 戦闘機はどうかというと、ウクライナ軍の現地司令官は、今月殺傷能力が高いクラスター爆弾、 この F16 戦闘機に加えてですね、クラスター爆弾をアメリカ政府から受け取った。これは先般あのご紹介しましたが、この恐ろしいクラスター爆弾をアメリカが供与すると言ってイギリスは反対している、ヨーロッパは反対しているという話がありますね。この、これがもう受け取ったというふうにメディアに対してウクライナの軍の現地指定案を明らかにしているということです。で、使用、この使用などを禁止する国際条約があるんですが、クラスター爆弾についてはですね、 でこれは人権団体だけでなくて、NATO の加盟国内からも反対の,反対の声が上がってまして、欧米の軍事支援にも,も温度差も、このクラスター爆弾をめぐって温度差が出てきているという状況があります、えー。先ほどのヒョードロフさんはこんな風に言っています。もう一つ原発の話があるんですね、ロシアが原発を攻撃する可能性は排除できない、えー。原子炉の冷却システムを爆破することなどは技術的に可能であると、その場合、炉心が揚々し、メルトダウンが起きるかもしれない。 ロシアはウクライナ州、西側諸国に対してこの戦争がどれほど危険かを理解させたいのだろう。脅し、脅しに使うんでしょうかね。ウクライナの抵抗をやめさせ、ロシア側の条件を受け入れろというロジックではないかというふうに、ヒョードルさんは言っています。ただ、この原発攻撃は情報戦ではないかという見方もあります。アメリカのシンクタンク戦争研究所はロシアが情報戦を展開してですね、ウクライナや欧米側に対して揺さぶりを強めている可能性があると。この原発攻撃ということでですね。 それでもウクライナ側はロシアによる原発攻撃の警戒を解いていないという状況です。そしてウクライナのマレル次官とかですね、ロシアを過小すべき、過小評価すべきではない。この戦争においてロシアにレッドラインも道徳的なラインもない。彼らは何だってすると。ま <laughs> あこれはウクライナ側がそう考えているということなんですね。じゃあロシアは核兵器を使用するのかという論点ですが、プーチン政権に近い著名な安全保障の専門家などから 先に先にですね、先制しようだと、核兵器をですね、そういう強行論が上がっているということについて、先ほどのヒョードルフさん、こう言っています。これは危険な発言だ。米ソの時代は自分たちが、米国ソ連の時代は自分たちが最初に核攻撃をしないという原則に基づいて行動していた。しかし、ロシアが先に攻撃しようとしているならば、ロシアよりも先に攻撃しようと核を持っている西側諸国は思うであろうと。 えー、敵側が先に核攻撃核兵器を使用する疑いがあるという状況は非常に危険であり不安定だと、ま、たその通りですね。えー、そして、えー、隣国ベラルーシにロシアは核配備をしているという話なんですが、これについてはロシアで暴動が起きるなどしてプーチン政権が不安定化した場合はです、ね、ルカシェンコ大統領が核兵器を管理する権限をロシアから奪う可能性もせきれないと。ルカシェンコ大統領がこの核兵器を奪って 核保有国だと宣言することも難しくない状況になりかねないヨーロッパの安全保障に影響を及ぼすことになるというふうに見ています、まあ、こういうふうにあのロシアの,このリスクが、まあ、こんなふうに見られているというニュースを紹介しました、うん、そしてですねウクライナの反抗は失敗なんかしてないよという発言がアメリカ側から出ていますこれはの米軍征服組のトップのミリー統合参謀本部議長7月18日の記者会見で この進展の遅さを指摘されているウクライナの反転攻勢について、失敗とは程遠いと強調しました、ロシア軍の地雷原の突破に時間がかかっているためなんだという見方を示しています、ウクライナの反転攻勢をめぐっては、プーチン大統領が失敗に終わったと主張していまして、これに対してミリー氏は、ウクライナ軍は地雷原をゆっくりと慎重に着実に突破していると指摘しています、事前の頭上演習ではある程度の前進が予測されていたんですが、これは現実の戦争だ。 現実に人間が死ぬそうなると舞台の動きはことですこのミリー、A、さんって方はですねこれあの山内紀之さんの話ではさはさりとてですよこのロシア軍を完全にウクライナからこう、ね、追い出すことはできないロシア軍は圧倒的に強いと,とも言っていてウクライナ戦争日が西側の勝利に終わるということはないという冷静な見応えをも示しているということは 復元しておきたいいと思います、えー、そしてですねプーチンさんがこんな発言をしているとウクライナがクラスター弾を使うなら我々もと出てきましたね、えー、こういうふうになるんですよねこれエスカレートするんですね武器,あの武器の支援をしますと、えー、プーチン大統領はこの国営テレビで7月16日に放送したインタビューでウクライナがクラスター弾を使用すればロシアもクラスター弾を使用する権利があるとの認識を示しました。 我々はまだクラスター弾を使っていないが、それらが我々に対して使用されれば我々も同様の行動を取る権利があるとプーチンは主張したそうです。国際人権団体ヒューマンライツ・ウォッチはですね、7月6日の報告書でロシアとウクライナ双方がすでにクラスター弾を使用しているという指摘をしています。 クラスター弾というのは前にもご説明しましたが殺傷能力が高いとされていまして一つの親爆弾の中に数十から数百の小爆弾を内蔵する構造です不発弾の発生とか民間人への被害が懸念されています日本や英国などは使用や製造禁じるオスロ条約に参加していますまああのロシアは参加してないんですよねウクライナも参加してないんですね えー、そしてここで一つコラムをご紹介したいと思いますが、国旗県の富山さんが出しているんですが、この武器供与をめぐってなんですが、こういう論点を示しています、えー。先般、NATO 首脳会議が行われました、ここでもニュース解説でも、そういうのは開かれますよという予告をしました。えー、でそこで,です、ねこのあの、パートナー国としてです、ね、NATO 首脳会議に日本のリーダーとして参加したのが岸田総理だったわけです。 ロシアとの戦争を戦うウクライナが NATO 加盟を認められるまでの間、えー、G7 がそれぞれウクライナに軍事を含む積極的な支援を与えるという内容の G7 の共同宣言を G7 議長国としてこの NATO 首脳会議で発表してるんですね。なんかものすごいこう踏み込んでますね。<coughs> NATO のところまで行って G7 を代表してですね、で将来ウクライナが NATO に加盟するまでの間は G7 が軍事を含む積極的な支援をするということを日本の総理大臣がですね、この宣言していると、いやすごいい,いいんでしょうかねとちょっと思っちゃいますが、あとちょっと今回書いてあることを続けます。NATO 首脳会議はウクライナの加盟を将来的に認める方針を確認しながら、加盟の時期や条件を明示しなかったわけです今回ですね。ええウクライナの加盟が NATO とロシアの全面戦争を招きかねない。 とということを恐れるバイデン米大統領の意向が反映されたものですねで NATO 加盟前であってもウクライナの安全性を保障するため G7 は現代的な武器の提供ウクライナ軍の訓練情報の共有などを通じてウクライナに長期的な軍事支援を与えることを約束しました G7 のうち日本を除く6カ国は NATO のメンバーなんですね日本だけ違うんですね でえー、でそれなのに岸田総理、こういうふうに踏み込んでいるんですが、で岸田総理は G7 を代表して、世界各国に同調を呼びかけたと、えー、しかしですね、ここで論点提起がありまして、お膝ボンドの日本はどうかというと、武器輸出の制限緩和をめぐって、ですね自民、公明の協議はまとまっていません、また公明が足を引っ張っているようなんて話もあるという話は、以前にいたしましたが、えー、結論を秋以降に先送りしたばかりなんですね。 他の国に軍事支援の参加を促してですよ。自ら行動しないっていうなら国際社会に呆れられるだけだというふうに富山さんは言ってるんですが、でもこれですね、そもそも根本から違うんじゃないかと、日本の立場違うんじゃないかというふうに思いますけどね。あの、これあの武器の支援、武器輸出三原則の制限緩和で、これは必要だと思いますけれども、でもそもそもこのウクライナの これについて武器を供与するということを他のアメリカとか他の NATO 諸国でもないのに G7 を代表して NATO の場でまあ日本は即停戦ということを言うべき唯一の G7 の中の国であるとその独自性が全然発揮されてないという感じが戦争追随をやっているという感じがいたしますですね。そしてですねまた別のニュースにいきます。 これはあの、プーチン大統領が招いた中立国の終末という、こういうタイトルなんですが、これは中央日報と韓国ですかね。でもあの、きちっとした文章が書かれてますね。ちょっと見てみましょうかね。冷戦時代から軍事的非同盟路線を守ってきたのがスウェーデン。このスウェーデンの NATO 加盟が事実上確定したんですね。今般ですね。で、欧州中立国の象徴であるスイスとオーストリア。 これもドイツが主導するヨーロッパのスカイシールドイニシアチブ、これは ESSI と、これに合流したということがニュースになってります。ロシアのウクライナ侵攻で、安保の脅威を目撃した中立国が、相次いでアメリカ、西ヨーロッパ中心の安全保障同盟と手を取り合いです、ね、事実上、ヨーロッパで中立国の歴史が終末を迎えているという指摘があります。 北欧のスウェーデンというのは隣国のフィンランドとともに冷戦時代から軍事的非同盟路線を守ってきた国なんですね。でスウェーデンではですね、スウェーデンは防空システムパトリオットなどの先端軍備、軍事装備をですね、大量に保有しています。ロシアと接したバルト海の真ん中にあるゴットランド島にですね、沈まない空母と呼ばれる軍事インフラを構築した国防強国なんですね、スウェーデンは。 で先だって7月7日、スイスがオーストリアとともにドイツ主導の欧州,あ欧州防空システムのである ESSI、先ほど言った ESSI の参加移行書に、このに、えー、オーストリアとスイスが署名してるんですね。で、この両国はです、ね、国際法上中立を認められた零細中立国でありまして、交戦国を支援したり、交戦国に便宜を図った場合、国際法上の地位が消滅します。 でこのため BBC はですね、ESSI 参加は両中立国にとって歴史的習慣であると表しています。この ESSI というのは NATO の統合対空ミサイル防衛システム IAMD の強化を目的にですね、防空装備とミサイルを同時に購入して防御システムを構築するための共同調達契約なんですね。現在、ESSI に合流した 19カ国のうちスイスとオーストリアを除く17カ国がすべて NATO 加盟国ですこの2つの国の NATO 依存度も高まるだろうという見方が出ているということですねで国際社会ではもうあの既に既存中立既存の中立路線からの逸脱が起こっているスイスオーストリアはロシアのウクライナ侵攻直後で,ですね EU の対ロシア制裁にもすでに参加しています 制裁で凍結されたスイス内のロシア人の資産は約75スイスフラン約1兆2000億円に及ぶと言われていますでこういったですね新西側の行動にはスイス内部での反発も出ています、えー、右,派右派政党やっぱりこれ反対するのは右派ですよね右派政党のスイス人民党はですね ESSI への合流はスイスを NATO の懐に押し込んだ決定だとして中立性に対する過度な妥協であると批判していますえ最近の行動はスイスの厳正な中立性原則に反するという意見も出ていますえスイス自民党のアッシュ議員という方はですねウクライナのゼレンスキー大統領のスイス下院映像演説に反対をしてウクライナがわれわれの中立性を侵害していると批判していると批判してまあこうやって。 あのスイスではあのまあどちらかというと右側と言われている政治勢力はちゃんとあの冷静な判断をしてるんですね。日本ではこんな議論ことを言ったら非国民だと言われそうですけどですね、ちゃんとこういうのが政治の議論で行われてるっていうのはまだスイスの方が国際情勢をよく肌身で感じてるんじゃないかなという感じがしますね。えー、開戦初期、e、EU のジョゼップ・ボレル。 ボレルっん外交政策、高位代表はですね、これはまあ韓国の記事がこういう役員なんでしょうかね、ボレル上級委員なんて言われてますけどね、侵略の前で中立は加盟者側に、失礼、侵略の前で中立は加害者側に立つことを意味するとしてですね、不法な武力使用が正常化した世の中では誰も安全ではないとしてですね、中立国を露骨に批判したと。 ある欧州メディアではこんなことが伝えられていて第二次世界大戦後前例のない状況で欧州は中立政策と別れを告げる瞬間に置かれたとえそしてアメリカの政治専門メディアはですねこんなことを言ってまして欧州で中立とは国防と安全保障分野に対する,対する無賃乗車と批判していますと。 えー、そして現在中立国はグレー地帯であり地政学的空間が縮小されているつまり中立地帯というのはどん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 縮小していってそしてどっちかにつかないとお前はあ敵に加担こっち側につかないとお前は敵に加担してるぞっていうふうになじられる傾向が出てきたいやこれはだから日本がですね今あのバイデンに従属しているということがこう、まあ、圧力となってこうなっているというのと。えー でこれでやっぱりこれでいいのだろうかという議論は国内でもありますセットもそういういい議論をしています、えー、でもこれは他のヨーロッパでも同じく中立路線、まあ、日本は中立国という定義ではないんですけどもともと日米同盟でやってますからね。しかしかそれよりも,もっと 何て言いますか、平和主義と言いますかね、中立政策をやってきた国にとっても悩ましい問題になっているということがよくわかりますね。しかしそれってやっぱり全体主義に対するの行き過ぎではないかと、この傾向はですね、という気がいたします。えー、そして次のニュースいきます。これはちょっと面白いのでご紹介したんですが、これ産経のですね、 えー、あの会員制用のところに出ていた、これ、あのルトワークさん、エドワード・ルトワークさんといえば、世界の戦略家としてごような方で、えー、このチャンネルでも少し前にですね、菅総理への提言ということでインタビューをしてですね、菅総理、ご覧になったか分かりませんが、当時ですね、えー、配信したことがありました。そのルーートワークさんがインタビュにに答ええて非常にななるるほどと言えるような え、このことをこのウクライナ戦争について述べてますので少しご紹介してみたいと思います。まずバイデン大統領はウクライナを NATO に直ちに加盟させることに否定的な立場を示した。これはウクライナ戦争の一つの転機となる可能性を秘めている。バイデン氏は従来、ウクライナの NATO 加盟に関して具体的な現地を取られない態度を取ってきた。戦争が続く状況下での加盟を認めれば、 NATO にウクライナの防衛義務が生じ、NATO 軍とロシア軍の直接対決につながるためであると。えー、だが、バイデン氏は首脳会議の場で、ウクライナのゼレンスキー大統領に、将来の NATO 加盟を祝福すると述べて、ウクライナ戦争終結後の加盟を後押ししていく立場を示した。バイデン氏がこうした立場を示したのは、 ウクライナ戦争を交渉で終結に向かわせる可能性を模索できる状況が生まれつつあるとの認識がアメリカ政府の中に出始めているためだ。なるほど。これは他の方も指摘してましたね。山口さんなんかもそんなに言ってたような記憶しています。続けます。ウクライナ軍はロシア軍の頑強な抵抗にあい、領土奪還で目立った成果を上げられていない。 ゼレンスキー氏が掲げるクリミア半島を含めたロシア支配地域の完全奪還を今回の反攻作戦で直ちに実現させるのは難しいその通りですねリアリ,リアリスティックな見方ですね一方でウクライナは米欧から引き続き手厚い軍事支援の確約を得つつ今後の NATO 加盟の見通しが多少なりとも明るくなったことで NATO 入りを視野に戦いの幕引きに応じる可能性も出てきた なるほど。納 a 入りという条件がついているってことなんですよね。で、対するロシア軍は、昨年に比べて作戦能力が格段に向上している。そうなんですよね。ロシアは歴史的に兵器生産を含む戦時体制を整えるのに時間がかかる傾向がある。確かに、考えてみれば、ナポレオ戦争だとか、ヒットラーの侵攻とか、戦時体制を整え、少しかなり進行を許してから反抗してますね、ロシアですね。で、ロシアは昨年2月の侵攻開始から約1年余りを経て、ようやく、 兵力や装備が充実し、まともな軍事行動の実施が可能になったように見える。なるほど。とはいえ、ロシア軍が当初の目標だった首都キエフを含めたウクライナの全土支配を確立することはもはや不可能である。しかも、ロシアの権力を全面的に掌握するプーチン氏でも、その意向には逆らえない人物が一人だけいる。誰でしょうかこれ書いてあるのがですね、ロシア中央銀行総裁のエリビラナビナリ、ナビウリナ氏。女性の方ですよね。 ロシアの地方議員総裁ですね。この人に逆らえないんですね。なぜかというと、このナビウリナ氏はですね、えー、プーチン氏に対して最近、このまま戦争が続けば、ロシアは深刻なインフレに見舞われると警告したんです。就業人口の流動性が極めて低いロシアでは、高インフレは失業者の急増と社会の不安定化につながりやすいと。やっぱり経済問題の前には、プーチンもこう、どうしても超えられない制約があるということですね。 でプーチン氏が数,数週間前、ロシア国家の存立が脅かされない限り、ロシアはもう核を使う必要はないと言明したのはです、ね、こう言明しているんですね、で同氏が、プーチン氏が戦火の拡大と戦闘の長期化を望んでいない少佐とも言えると、なるほど一方、ロシアのウクライナ侵略でですね、えー、NATO の結束力が強まった。 ウクライナ侵略を受けたこれまでの中立政策を取ってきたフィンランド、あウクライナ侵略を受け、これまで中立政策を取ってきたフィンランドとスウェーデンの NATO 加盟も決まった、また NATO は昨年からアジア太平洋をパートナーとして、えー、日韓と日本と韓国とオーストラリア、ニュージーランドを首脳会議に招待するなど、インド太平洋地域に強い関心を向けている、そしてアメリカは NATO の体制強化を背景に、 アメリカの安全保障戦略の軸足をインド太平洋に回帰させたい考えを強めている。なるほど、それはやっぱり中国の脅威の方がやっぱり心配ですよね、アメリカにとっては。えー、まあ、アメリカというのは日本にとって特にそうなんですが、一連の情勢は、ウクライナとアメリカ、ロシアが戦いを終結させたいとの思惑で一致する機運が生じる可能性があることを示すものである。ただ、ロシアが一度手に入れた領土を自ら手放すことはありえないことは、ウクライナも承知済みである。 えー、アメリカもロシアが何らかの形で侵略の果実を受け取る結果を容認しないと主張している、まあ、とにかく侵略して得るものがあっては困るとロシアがですねということですね、えー、でそうするとこれ決着しないですよね、えー、関係当事国が仮に停戦協議に入ったとしても交渉は難航が必至だこれはそのことおりですねでアメリカがどこまで切実にインド太平洋への回帰を希求しているかも今後の情勢を左右するだろうつまりアメリカが本当に戦略国家であればと あまりこの戦略性がないというのがですねこの間のエルドリッジさんの分析だったと思いますが戦略的なことを考えればさっさとウクライナを終わらしてやっぱりこのアジア太平洋対中国ということにいろんな資源をシフトした方それがアメリカにとっても戦略上正しい選択なんですよね。こういう選択についてどこまでアメリカがその緊急度を認識するかということもこのウクライナ戦争が終結する可能性をしゃするんじゃないかなということではないかと思います続けます。 中国の習近平国家主席は19、1990年代末に、1990年代末に、森林保護の環境政策として始まった、対、え、抗、ー、かん、えー林えー、これ、あの、し、えー、この、還元性の管に林、えー、林対抗、の放棄と、 食料増産のための管理、対抗、対対観光政策への、対林観光政策の政策への転換を今春から加速させている。つまり、これまで、えー、この森林や緑地を育成してきたんですが、それを潰してでも農地に変えるという政策。つまり、食料政策ですね。中国は食料輸入大国であるため、台湾の武力統一を検討する際には、国際社会の経済制裁を考慮に入れざるを得なかった。 習近平氏の食料増産政策が将来の台湾侵攻を見越したものだとすればバイデン政権は対中シフトの再構築を早急に進める必要があると中国側も準備してますよということですねやっぱり食料が中国にとって一番のアキレス圏ですからねそれについて対応をもいろいろと取り始めているということですねということですあのいかがでしょうかかなりこのなるほどという見方が多かったと思います そしてこの中国ですが、こんなニュースがあります。中国国防大臣がアメリカは正しい戦略判断をとキッシンジャー氏と会談して述べたという話で、この中国の李国防大臣、7月18日、北京でキッシンジャーさんと会談して、この米中関係悪化の責任はアメリカ側にあるとして、アメリカは正しい戦略的判断をすべきだと主張したということです。これはそうかもしれないんですね <laughs>。 まあ、あのウクライナ戦争をいつまでもあの継続させているというのはアメリカにとってよくないことで世界にとってもよくないことでですねただこれ中国にとってはいいかどうかもしれません中国の力はどんどん強まってますからねただ世界のことを考えてみたらこれはアメリカの戦略的判断ミスだとあの中国からも言われるようではないという感じがしますねそしてこの李国防大臣はですね中米関係は国交樹立以来の低水準にとどまっているとの見解を示してですねアメリカが中国と 両国軍,軍関係の健全かつ安定した発展を促すよう望むと述べたと。キッシンジャー氏は、米中は誤解を排除し、両軍間の意思疎通を強化する必要があると強調したという、そういう話があります。で、この中国なんですが、あの、中国は勢力、地政学的勢力を拡大しているという一つのニュースとして、アルジェリアなんですね。 長年にわたって貿易関係を結んでいる中国とアルジェリアが4月18日、安全保障や国防など、他分野でも協力を強化し、両国関係の一層の強化を図ることで合意したと、習近平国家首相主席が北京でアルジェリアのテブン大統領と会談した後の合意だそうでして、相互に中核的な利益を支援し、主権と領土保全を確保することでも一致したと。 地中海のアフリカ沿岸に位置するアルジェリアっていうのはですね、中国にとって戦略的に重要な存在。これヨーロッパを脅かす存在ですよね。このアルジェリアっていうのはですね。で、このアルジェリアっていうのはかなり中国との関係が昔から深いみたいなんですね。1950年代、フランスからの独立運動が展開された当時から遡る、モール層で、2014年には関係が包括的戦略パートナーに格上げされてまして、 アルジェリアはです、ね、アはラブ諸国で最初に中国とこの関係を結んだ国だそうですで7月18日の声明によりますと両国は包括的戦略パートナーシップの強化に合意して政治安全保障面の協力強化の必要性を強調したということなんですが、まあ、こういった中国に対してやっぱりヨーロッパもこれだいぶ警戒感を強めている流れにはあるんですがドイツドイツ政府は7月13日中国戦略を策定したと発表しました。 EU の方針に沿って対中関係ではリスクを減らすデリスキングですねこれを重視するということで,でドイツ企業が中国市場への依存を深めることに警鐘を鳴らしたとベアボックがドイツ外務大臣緑の党,の党の党首ですねドイツ外務大臣は発表にあたってこの緑の党がこういうことを言うとですね本当に時代は変わったと思うんですがこんなこと言ってたドイツは変わった。 中国政府も、中国政策も変わったと述べてですね、中国との経済関係を重視したメルケル前政権との違いを強調した。メルケル政権といえば保守リミトリの党と言ったら、どっちら左っていう,うに見えるんですが、ちょっとこれ逆転してるような感じがしますね。それぐらいドイツは切羽詰まってるんだと思います。中国がルール重視の国際秩序からさらに離脱していけば、中国市場への重度の依存は問題をもたらす。 企業や団体にとっても問題だと、この戦略では明記したということです。過剰なリスクを回避するため、企業や産業団体との話し合いを進める方針を示したということです。中国はドイツにとって最大の貿易相手国なんで、なかなか難しいんですが、そういう決断をするところまで来たということですね。そして最後にですね、このアメリカはアメリカで着々と対中国の戦略を進めているとことで、パプア、パプアニューギニア。 アメリカとパプアニューギニアがこの5月に実は防衛協定を結んでいてその全容が分かったというニュースがありますアメリカ軍はパプアの海軍基地を含む6カ所を15年間使うとこれ延長もできるということです台湾有事などを念頭に不測の事態への対応を用途に用途として明記していますアメリカは太平洋で勢力拡大を目指す中国にこれで対抗しようという一つの布石ですね でアメリカの国防総省は7月18日オースティン国防大臣がです、ね、7月下旬にパプアとオーストラリアを訪れると発表しました防衛協定について次の段階を議論するとしてです、ね、実行に移す考えを強調したということです協定文は目的に関しまして防衛関係を一層強化して共通の安全保障における課題に対処すると言及しました アメリカ軍は協定に基づきパプア北部のロングラム海軍基地など6つの拠点を利用すると航空機や艦船の燃料補給に加え軍事物資の備蓄を検討するということでアメリカもアメリカで着々とまあとにかくこの太平洋地域は中国がどん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 出てきているということは前にもお話ししましたけれどもですね アメリカもこれ放置できないということでまああのそういった中でいや中国の脅威というものの認識がアメリカの方で高まれば高まるほどですねウクライナ停戦に向けた流れは早まるというそういうまあ方程式にあるような感じがいたします。どううもありがとうございました